ママはこの世界で一番すごい人だよ。ママ、みんなのこと知ってたから。だって、ママは何でも知ってるから。今度ママが帰ってきたら、クレイと一緒に会いに行こう。ここのすべてがアリスさんの手によるものだったとは。真実を知ったからか、周りの景色もなんだか可愛く見えてきた。夏にふさわしい最高のプレゼントだな。あ、そういえばそろそろクレイと一緒に魚を取る約束を守らなくては。旅人も一緒にどうだ。まさか差出人がアリスさんだったとはな。と、アリスさんはとても面白い人だ。機会があったらお前も会ってみるといい。きっと損はしないぜ。たまにトラブルを起こすが、愉快。ん？差出人の正体にとっくに気づいてたんじゃないかって？ははそんなことないさ。俺ほど純粋な人間はそういないだろう。最後の最後まで騙されてたさ。この島そのものがプレゼントだなんて、なんだか感動的だったな。私とは直接関係ないのに心が温かくなっちゃった。血のつながりがなくともそばにいれば大事な人になれる。大切なことをいろいろ学べた気がするよ。よくわからない。でも暖かい、ふわふわの布団みたいに、これがママの感覚。ママもルピカ、とてもいいもの。そんな目で見ないでくれ。最初から答えを知っていたらゲームは面白くなくなるだろ。この島はクレイにぴったりだ。そうは思わないかい。夏、群島、海、小さな海上の楽園だが、君がここで良き夏を過ごせることを願ってるよ。やはりあの女性の仕業だったのか。モンド城でこんな真似をできる人はあの詩人を除いたらアリスさんしかいない。あの手紙は招待状代わりだった。つまりここにいる全員は招かれた客。はあ、彼女の中では
僕たちもまだ子供なのだろう。子供扱いされるのは久しぶりだ。